はい。あと、そしてあのね、マインクラフトで、花火作りたくて、マジで。ちょっと山上が一人っていうか、まあちょっといろいろ教えてもらいながらになるかもしれないんだけど、ちょっと織姫星が1周年の時にあの人たちを驚かせたいなという気持ちがあって、でもなんか花火の回路は難しくないな、リツキン先輩に聞いたの。なんか花火のちょっとマイクラのことで教えてほしいことがあってって言って、なんか花火作りたいんですけど花火の回路って難しいのかなと思ってリツキン先輩に聞きましたって言ったら、教えてあげるよ、割と簡単だからっつって、簡単だから教えてあげるよって言ってくれたから、ちょっと教えてもらうリツキン先輩に。驚くかどうかはわからないけど、ちょこれ見てくれよ、俺が一人で、いやまあちょリツキン先輩もすごい教えてもらったけど作ったんだよねってやりたくて、生き出せてくんないかな、泣くかな二人とも。いや泣くだろうな、泣くよな。面言じゃない方の配信で言っていいの？いや別にいいよ。えダメなのかな、大丈夫、切り抜かれない限り見ないから、見て大丈夫、見られてないと思います。夜だし大丈夫だと思います。星川さらを見て星川見るな見るなまあまあそんなことはしないんですけどね、花火なんか。いや花火はちょっと誰か誘ってみたいないやーそんなちょっと織姫星にするわけないじゃん。織姫星をワンクッション挟んだだけで、いや本命はまた別にいますから、織姫星と一緒に見るわけがないじゃないですか、ということでね。やっぱ新ワールド行くか、新ワールドでやるから必要なものを持って行こう。ここら辺で打ち上げようか、なんかさらちないかな。あ、ここら辺良くないか。でも皆さん今日から山上カルタ花火奮闘記が始まります。水上花火とかできんの？水上花火良くない？ここにお家を作って、そしたら山上ができる限度ぐらいまでは頑張りたい。いやでも多分頑張れば、何事もね頑張ればできるんですよ。よしよしよし、ここいいんじゃない、割と。そっか、でも出れないのか俺が。どうしよう、出れなくなった出れなくなっちゃう、ピー。でもさ、思ったんだけど、回路作らないとさ、山上はさ、二人にさ、向こうに立ってもらってさ、山上はここからしか花火が見れないんだけど、やだ。まあ、とりあえずまあ花火がどういうもんかってことを見るだけだから。あれこれちょっとやっぱもっと入れると見えないんだもっと入れると見えないんだめっちゃいい感じじゃん。あ、良い、やっぱり。いやこれはちょっと頑張ろう、これはちょっとマジで頑張って回路の勉強しよう。そしたら山上も向こうから見れる。じゃあ私クロック回路の作り方ちょっと調べたんですよ。あ、そう、一番早いのは多分これっていうのを山上は見た。で、これをピッてやると、なんで？あ、
あ、これドロッパーだから、あれドロッパーでやるです。 あれドロッパーくんと顔同じ、もしかして君。いや、ちょっとの違いやん。なんだよそれ、やめろよ。顔の違いぐらい、顔の違いぐらいどうにかしてくれよ君たちで。見えねえーいもうやだ。わからん。ちょっとどうやるんやっけな。来た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 。え、これは信号が戻ってない。コンパレーターの横に、こういうことか。え、こういうこと。あー、なるほど。はあ、すげえ。で、あとは花火を作る。よし、さあ行け、行くんだ。めっ、え、待って、織姫橋の色めっちゃ綺麗じゃない。見て見て見て、やばい。これ泣くな、あいつら泣くな、多分泣くな。これ泣かせるか。超いい超いい超いい、頑張ろう。やることいっぱいだな。ヘッドストーンダストいっぱい集める、染料いっぱい集める、紙もいっぱい作らなきゃいけない、あと火薬もでしょ。よし、お前らに別れを告げて私は集めに行くか。お花摘みって書いといたらさ、トイだと思われるかな。まあ、大丈夫でしょう。ピンク色の羊がいるんですけど。え、レアなの？ピンク。じゃあな、お前レアなんだって。あー。That's naturally spawned pink sheep which is really rare. Lucky. Thank you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 . I am rare girl. Yeah. Lucky girl. Yeah. Thank you. 入ります。あと何が必要だ？もう全然まだまだ必要だな。レッドストーンパウダーが欲しい。まあ、レッドストーンは多分掘りに行くしかないよね。ここら辺でブランチマイニングしていきますか。それじゃあ皆様、行きまーす。あ、やべえ、溶岩の音がする、するざんす。あるやん、ありますやん、マグマ。これ水流したら、これ、やばいやばい、スルスルスル、俺スルスル、待って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 、はぁ、はぁ、さあいざ、すべてをなくしたあの場所へ。はあ、討伐完了。高さが合ってる。よし、ブランチしよう。アリモンスター、あった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 。よし、帰ろう。こんなにあったら回路は割ともう大丈夫なのではという気がしているので、染料集めはとりあえず終了かな。もしなんかまた足りないってなったら、まあまたなんか取りに行こうかなと思います。で、あそこのさ、高台にね、なんかいい感じのバルコニーを作って、そっからなんか見えるようにしたいなと思って。花火をこの上からバルコニーを付け足すんじゃなくて、ここら辺からバルコニー作って、こう足場付け足してって。あ、すげえ。で、ここをさ、階段を作って、うんうん、
で、ここのさ、この土のとこ全部空間にして半地下みたいな。あ、おしゃれおしゃれ、めっちゃおしゃれ、はい。危ない、危ないね。ジャムルで山はちょっと白樺をバカほど育ててくるぜ。山上なんかちょっと気にしないふりしてたけど、何口悪くなったの。え、悪くなってないよ、なんで。そんな昔からバカほどとか私はとご飯食べてるとき、どんな感じじゃないか、どんな感じ、え、悪くなっちゃったのかな、ねえ、失敗え、悪くなっちゃったのかもしれない。何してる、何があったの、山に。感じじゃない？え、なんか、え、すごい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 、これやばい、びっくりするぽよ。今日シバの仕事終わったけど。ありがとうございますシバ。こんななんかこんな短時間でできると思ってませんでした山は。みんな見える？これあのね、レッドストーンブロックを使ってこれを、うわで、私はこのファーストイヤーをボタン一つでやりたくて、花火を作ってて、そのちょっと上、ここら辺になんかガラスの台みたいのを作って、そこにファーストイヤーを置いてパチってやったらファーストイヤーがバックに花火が見えるみたいな。え、何？待って待って待って、私のイヤーがもしかして間違ってる？アニブなの？オッケー、うん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 、いいねいいね。あとはこれをどう、ボタン一つでペチって、いや頑張る。ちょっと待って、これ回路をどうやってつなげればいいの、助けてくれ。山上自分で考えてないけど、これ山がやったことになるかな、大丈夫かな大丈夫かな、ちょっとみんなに教えてもらってて、みんなのおかげ的なところがマジでありありのありなんだけど、ごめんね、ありがとう。よしよし、なるほど、わー、わかった。ちょ、理解はちょっとむずできた、とりあえずは。これを向こうに作りたいんだ、私は。これを向こうに作りたい。あ、戻せ。いい？行くよ。せーの。ふいちゃん大丈夫？見えてるよ。せーの。あっち。おー、すげー！すごいでしょ？すごくない？すげー！これ山頑張った。え、めっちゃ綺麗。皆さんはよろしいでございますか？よろしいでございます。ございますか？いきます。はい、見えるかな。え、やばい、ドキドキする。おえ、めっちゃ綺麗待って、めっちゃ綺麗だ。すげー。二人ともどこにいるの？ここ、屋根の上、屋根の上。わー、よかった、いる。めっちゃ綺麗。何発あるのこれ？いっぱい作ったの。すごいよ。めっちゃ綺麗。よかった。わあ、すごい。種類もいっぱいあるね。そう、いっぱい作ったの。星の形ない？星の形もあるよ。しかもちゃんと織姫星の色とかにしたの。すごい。いや、やばい。エモー
ーよかった、ちゃんと2人に見せられて。めっちゃ長いじゃん。そう、ね、いっぱい作ったの。いやよかった、ちゃんとできて。一番これが緊張だったな。来年もやりたいね。やりたいね。これなんで？あ、終わった。あ、すごい光ってるこれ。あ、光ってない？以上です。すごい。終わった。ありがとう。ありがとう。いいえ、いや本当に二人のおかげで頑張れてるので、あれこちらこそありがとうございますの気持ち。花火あの量作るのもめっちゃ大変じゃない？だって。いやでもすごい。喋りながらだったし、全然やりたかったから全然大変じゃなかったよ。楽しかった。配信の中で、うん、そう配信の中でやってた。ずっと、うわ一回も見てねえや。おいいや見てもらわなくていいね。あ、見ちゃんが恐れてる。すみちゃんが、すみちゃんが、あおいやめろ。ユアイモリズムだった。そう空気読めよファントム。いやこれからもよろしくお願いいたします。ね、お願いします。見るまでね。2周年も3周年も4周年もやりたい花火。そうだね、やろうな。頑張りね。約束ね、約束だよね、約束だよ。いいよ、約束しよう。じゃあ破ったら怒るかな、ふすこ。わかった、わかったわかった。破ったら 何の刑にする？涙出てきた。なんで泣く？泣かないでよ。だってさ、4周年記念とか祝えてる未来見えないんだけど。なんでさ、自分で見るやついて。おー、なんやの。いや、祝うよ、祝うよ、祝うよ。ちゃんといるよ、ちゃんといる、いる、いる。お前に言われたかねはやめないで。本当だよ。お前に言われたくねえわ。二次三次終わるまで行ってやろう俺ら。言った絶対だよ。そうだよ、みんなここ並んでください。終わりの挨拶をしますよ。はい。皆様どうも長い遅くまでねお付き合いいただき、ありがとうございます。ふみがちゃんとお辞儀してる。ありがとうございました。それではね、おつ姫星で終わりますか。はい、はい、せーな、なんでエコーかけながら鼻水噛むの。なに、なに。じゃあ行きますよ、せーの、おつひめぼし、バイバーイ。こうやって織姫に言えるっていうのも、織姫はね、本当に聞いてくれるんだよ。はるちゃんはどうしたいっていうのをすごい聞いてくれる。ふみさんがすごいまとめ上手なんだよ。聞き上手、まとめ上手ですごいいい人だなって思って。星川こそ本当にすごいなって聞いてくれる。はるちゃんのやりたいことをしようってすごい言ってくれる。なんか織姫もして毎回回して、そのなんか記念のやつをやるんだけどな、デビューの記念の配信を。星川もふみちゃんもカルちゃんのやりたいことをしようってすっごいなんか聞いてくれるっていうか、尊重してくれるし、話も聞いてくれるし、いい子たちだな。そうだから本当に思う、マジで織姫星